で2番いきましょう。恐怖、お前どっから入ってきたん。これいきましょう。前住んでいた、お家の話なんですけれども、前住んでたアパートがね、まあそんなにがっつりしたセキュリティがあるわけでもなく、あの家賃2万円の風呂なし物件に住んどったんよねで、あのそん時にね、まあ普通に洗濯機が室外にボンって置くタイプのね。でまあそのまま外に干してみたいな、外干すところはね、まあ、ギリギリあったんやけど、そう、そんな感じのアパートに住んでいましてね、1年前ぐらいかな。そう、その時にね、あの朝起きて洗濯機回して洗濯物干して、で学校行って、でね学校から帰ってきた時に違和感に気づくんよ。あれ、なんか洗濯物足りなくねで皆さんね、こっからが恐怖なんですけれども、2階なんよラデンの住んでる部屋。1階とかならまだわかるよ、2階。あらあらあらと思いながら、で、あの見ると物の見事にね、ルームウェア下着がね、なくなっとったっちゃ、あーやばいっつって。何がやばいかって、これラデン、この洗濯機を回した時に、この洗濯機を回すことによって明日着る服があるぞいみたいな、わかるこれあのギリギリで生きてる人間あるあるで、本当にあのやば、明日着るもんどうしようっていう時にならんと洗濯機を回さんっていう、こうギリギリ、あの酔い腰の銭持たぬ系人間がやることなんやけど、やけど明日着ていく下着がないんよ。やばい、ない明日着ていく下着がない。その時夕方やったけんが、最寄りのユニクロさんに走りまして、とりあえずお金もないし、時間もないし、どうしようって言いながらユニクロに駆け込んでで、そうある程度ね、買い揃えまして、もうなんだよと思って、こんなお金のない時に盗んでいくなよ、予想外の失敗だよこれ。もまたちょっと食費を、明日の食費を削らなきゃいけないなとか、もうね怒り浸透、お金の間にそこなんですね。何が怖かったかっていうのはお財布事情なんですけれど、でもちょっと今冷静になって考えてみたら、あ、下着泥もまあそこそこ怖いなっていう、何が怖いか、一体どっから入ってきたのかわからないっていうね、2階なのに2階なのにどっから入ってきたのかわからない、まあこれも恐怖でございましてね。